戦いも下逃げ出しもした、その全てがきっとここに繋がった。今が持つ意味を知りたいのなら美しい前に進め。こんにちは、源太です。今日は愛知県岡崎市の岡崎北中学校さんに来ております。立派な立派な、あ、ちょうどよかったタイミングでシャイムになってくれました。立派な垂れ幕まで作っていただいて、北中一人一人の子たちの人生が自立した幸せなものであるために、シンガーソングライター森源太として、一人の大人として子どもたちにしっかりと意味のあるメッセージ伝えられたらと思います。北中の皆さん、今からこのチャイムの30分後には講演会のスタートしますけんが、どうかちょっと寒かかもしれんけど頑張って心を込めて歌うけんね、みんなも頑張って受け取ってください。今日は一日どうぞよろしくお願いします。君の心の美しさに本当は岡崎北中学校さんでの講演会のその前に岡崎公園に来ております。岡崎城もある岡崎公園、最高の天気で気持ちよかったですね。うわー、紅葉も見事、素晴らしかね、美しかね。七五三かなんかしようとかな。辰木神社さんにやってきました。いつも岡崎の皆さんにお世話になっております。感謝の気持ちも込めてご挨拶いたします。岡崎城の天守閣に登ってきました。すごく岡崎城天守閣にも登ってきました。天守閣の中は展示室になっててね、すごかったですね。中は撮影禁止やけもちろん撮ってたんやけど、刀とか槍とか当時のもののものすごいいっぱいありました。隣には辰木神社、素敵なところです、岡崎。以上、岡崎公園にやってきて、岡崎城天守閣にも登らせていただいて、そして辰木神社にもお参りさせてもらって、今まで何回も何回も岡崎に来る機会はあったとね、学校の公演とかライブとかですね、初めて来ました。とっても素敵な岡崎という街と出会えて幸せです。岡崎の皆さん、いつもありがとうございます。道という道は皆ゴールへとつながってる。大概の問題は問題